女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。今は前を向いて進め。やる。兵長、一旦軌道に移りましょう。兵長、分かりました。指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。お前なんかに手こずってる暇はないんだ。どうしてお前らの仕事は何となしくしてよ。その時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったはずだ。この班の使命、そこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすこと。命の限り。了解です、兵長。この班の任務は俺の監視じゃ。まとめて相手してる。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。やる。早い。奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれるな。どうして手間取るなよ。了解しました。これで時間を費やすわけ。俺の敵。救援感謝します。どうして。俺の敵じゃない。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。死ね。味方が戦ってません。早く援護しなければやられません。エレン、前を向け。歩調を乱すな。最高速度を保て。なぜ今井さんがやらなくて誰があいつを止められるんですか。俺の敵じゃ。すぐに片付けてやるぞ。助けられたかもしれないのに。助かりました。すみません、後方に回って巨人を止めます。手は止めろ。どうして了解しました。邪魔だ巨人め。
援護感謝します。後ろは任せてください。やるしかねえ。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろって。見殺しにする理由が分かりません。それを説明しない理由もなぜです。それが分からないのはお前がまだひよっこだからだ。どうして黙って従え。やだ、押されてるじゃない。行く。どうして先に。力にばっか頼ってんだ。巨人になれば一人でだって戦える。エレン、何を考えてるの。エレン、まさか。私たちと約束したでしょ。巨人化が許されるのはあなたの命が危うくなった時だけ。遅い。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。兵長、進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいる奴と会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。あの長官、ふざけた命令しやがって。
当初の兵站拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと？目的も何も分かりゃしねえ。ジャン、それじゃあどうするの？どうするって、そりゃ命令に従う。巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろ、アルミ。何やら分け知り顔だが。そもそも作戦の本当の目的が何であれ、団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやり方、余計な死人を増やすだけだろうか。いや、団長は間違ってないよ。非常かもしれないけど、僕はそれでいいと思う。ジャン、僕は大して長くも生きてないけど、確信してることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。前方より巨人接近！し、行くぞ、アルミ。巨人接近！ここで食い止める。各員、戦闘開始！森の入り口の守備は防衛班が担当する。各班は防衛班に近づく巨人を排除せよ。巨人を森の中に入れなきゃいいんだ。防衛班がやられて巨人が森へ入ったら僕らの負けだ。死守しないと。役に立てた。行くよ。こんな場所じゃ立体起動装置が活かせない。これが森の入り口へ接近。なんとかやっつけたぞ。報告、巨人の大軍が接近中。現在索敵班が足止めしています。行くな。まだ時間はある。他にできることはないか。はいかない。誰か援護を。手を貸すよ。落とせたぞ。救援要請だ。こっちはもう大丈夫だ。クリスタは欠員が出た班の援護に回れ。はい、アルミ、私も一緒に行くよ。ああ、助かる。よし、行こうぜ。行くな。行くぞ、せめえ。はい、やりますよ。は無事だろうな。助かりました。
ザーアルビン、私たちはここを守ってればいいんですね。深淵団だ、助けないと。行くな。誰か手を貸せ。今助けるから。あっちはコニーのいる班か。向こうにも配送があったはずだ。確保すれば有利になる。無事だったんだ。シンペン、お前はそっちの班の援護へ行け。ここは俺たちに任せろ。今ならやれるはずだ、はい、おいクリスタ、お前についていく。チクショー、負けてたまるかい。シンペ、無茶するなよ。救援要請だ。すまねえな、ここは俺たちの班が守っておく。ああ、頼んだよ。救援要請か、待ってろ。怖くなんかないぞ。ありがとう。私は入り口の守りを固める。ああ、怖くなんかないぞ。索敵班が突破されたようだ。巨人が来るぞ。各員、巨人を一匹も森へ入れるな。死守せよ。やってやる。飛行機だ。俺たちを無視して森へ向かっていく。まずい、止めなきゃ。考えてこい、アホ。今ならやれるはずだ。
っていく。くそ、本体の作戦はまだ終わんねえのか。負けるもんか。早く助けに向かわねえと。負けるもんか。ライナー大丈夫？無事だった。乗せたぞ。平気だ。結婚しよう。巨人が出てきたぞ。やつを森に入れちゃダメだ。止めないと。役に立てた。補給班、巨人と交戦中。行くんだ。
てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、仁王像。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。再展開、カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消するとは。俺の班のところへ戻る。奴ら、そう遠くへ行ってなければいいが。待て、リヴァイ。ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ。従え。了解だ、エルヴィン。お前の判断を信じよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。以前、君が言っていた推論を思い出したからだ。超大型巨人が消えた時、中身は立体機動装置をあらかじめ装備していたから、蒸気に紛れて素早く逃げられた。今回も同じことが言えると思わないか。女型の中身が我々と同じ装備をまとい、兵士に紛れ込んでいた。